香川県琴平町の琴平高校で、男性の事務職員が学校の会計口座からおよそ920万円を引き出し、私的に流用していたことが今年8月発覚しました。男性は全額返還しましたが、懲戒免職の処分を受けました。学校からの被害届を受けた警察が業務上横領の疑いで捜査をしています。この問題を受け、県教委は再発防止のために学校の徴収金の取り扱いに関する要項を改正。これまで通帳や帳簿の確認の回数などはそれぞれの学校に任せていましたが、年に4回と決め、さらに年に1回県教委の職員が学校に行き、通帳や印鑑などの管理方法を確認することなどを要項に盛り込みました。今後新しくなった要項に沿ってマニュアルを作成し、学校に周知するということです。